はい、今回の動画はね、箱穴に入った、メスのイノシシ、60キロぐらいの、イノシシを、ね、使った、実践的な訓練です。で、茶色い犬がベンと言いますけど、ちょうどね、3ヶ月ですね。で、白いのがベニですね。これね、9ヶ月ですね。もうすぐ10ヶ月になりますけど、まだ9ヶ月かな。で、まあ今みたいに、まあ、ベンはね、早速ね、まくられるんですけど、やっぱすごいのは、2ヶ月の時からですけど、こうやって果敢にね、向かっていくんですね、吠えて。で、どうしてもね、ちょっと遊んでもらいたいっていうね、お姉ちゃん、ベンなんですね、気持ちもありますけど、ちょっとね、まくられてもね、全然へこたれないっていうね、とこが、すごい、彼の、まあ、有望なところなんですけども、まあ、こういうね、実は、今回はもう一つテーマがありまして、矛と盾、まあ、槍ですかね、を使って、戦うということを私自身の訓練でもありました。というのが、最近は地元でですね、公園の敷地内にこういう感じでイノシシが出るんですね。で、出た時に、じゃあどうするんだっていう話がね、よくね、話、行政と出ますけど、鉄砲が撃てないんで、どうやってね、守っていくかって言ったら、山に逃がし続けてもね、キリがないんですね。捕獲しないといけないんですけども、で、罠にかかるようなとこでもないと。いうときに、この形です。犬を使って、イノシシの動きを、とにかく気を引かせて止めて、そして、まあ、盾で攻撃を私が防ぎながら、まあ、最後は止めると。まあ、槍で、ここで刺すということで、メンいいですね。メンと、メンいいね、メン。メン完璧やね。まあ、一つのこれ、形かなということで、訓練です。で、まあ、ご覧になったらわかりますけど、かなり広いんで、まあ、見晴らしもいいっていうのもあって、で、もちろん、鉄砲は所持してないので、まあ、責任、自己責任ですけど、かなり危険は伴います。ただ、危険が伴うのは、まあ、公園でも一緒なので、リスク持ってね、やっぱ訓練して、こんな感じでね、ガンガンぶつかられますから、ね、すごい力ですよ。あんな感じです。で、ベニがすごいのは、やはりその逃げようとしたら後ろ足をね、ちょっと引っ掛けようとして、逃がすまーとするんですね。これがすごいです。で、まあ、ベンはしょうがないです。まだ子供なんで、今おトイレタイムですけど、見ないでね、みたいなチラッと後ろ見てましたけど。まあ、半分ね、まあ、まだ分かってはないですよね。3ヶ月ですから。ああやってこけます。まだね、体もできてないんですね。ただ、やっぱりその、今、成長期なので、まあ、しっかりね、やっぱり興味を持って、イケメン、行け、お姉ちゃんたちとかお兄ちゃんたちのね、仕事を見て覚えるっていうのはとても大事なんで。メイン、けただ、集中力が長く続かないですね。メイン、行け。ね、お姉ちゃん真似するけど、メインの真似するけど、やっぱうまくできない。まだ体ができてないので、しっかりね。だから、いい訓練になります。で、まあ、いざとなれば私が割って入る気満々、まあ、でも来てますので、まあ、守ってやることはできる。っていうところですね。で、ただまあ、まあ、私もこんな感じでね、ガンガン向かっていきますから。で、やっぱベンには、やっぱベンはちょっとね、守ろうとするというか、ベン、まあ、邪魔にしてすらなるんですね。で、逆に言うとね、隙を与えるとね、イノシシにやられちゃう。ね、ね。そういった意味では、まあまあ、紙一重ですよ。この訓練も。ただ、やっぱ、猟犬にとって大事なことですからね。で、やっぱりイノシシは、小さい犬の方には絶対行きます。殺してやろうと思って来ますから、小さい方が殺せると思ってきますね。で、まあ、あえて攻撃してみますけど、全く効かないですからね、人が少々何をしてもですね。で、あとはやっぱ白い犬器です。で、まあ、ベンはね、小さいので、そいつなら殺せるっていうのは、イノシシは確実に持ってるので、で、それを例えばベニがうまくフォローしながら、まあ、攻撃をしたり、気を引かしたりとかするっていうのも、ね、まあ、ベニの一つ、遊ばんじゃん。訓練かな、というふうに思ったりもしますね。
まあ、まだ遊びがあります。あとベンにもね、どうしてもやっぱりね、集中力が続かないというか、まあ、ベンがああやってねちょっかいかけるんで、なかなかね難しいとこあります。声もねこうやって止まったりするんですね。まあ、まだまだ9ヶ月ですから、まあ、今から、まあ、成熟期に入るんでスタート地点に立ったかなという感じですね。ただ早いですねこの子は。で、まあ、イノシシの方もね、やっぱり、こう、警戒して、ああいう風にね、ずっと止まるんですね。これ、鉄砲持ってたらもう、取れてますよね。ああやって向かってきます。で、イノシシが可愛いとか、向かってこないとかって言うけど、全然向かってきますからね。で、このベニのこの距離感。まあ、私が近いから、やっぱ、勢いがつくんですよね、犬に。で、まあ、私のこの辺はちょっとしたね、実は、防御の訓練というかですね、まあ、実際アタックされた時どういう風にかわすかっていうのを、まあ、これ実はちょっとやってるんですね。で、結構攻撃してきますけどね、メスですけどね、オスはもっとひどいですからね。で、このしつこいね、感じが。で、すごい力です。もう私が、もう相当な力で踏ん張ってますけど、吹っ飛ばされそうな勢いがありますけどね。こんな感じでね、訓練をします。で、やっぱりね、まあ、これ前編ですけど、まあ後編と続くんですが、この距離感ですよね、ベニは。やっぱ、果敢な、勇敢なところですね。まあ何回かまくられたこともあるんですけど、自信があるんだと思うんですね、かわせる。あえて後ろ足を引っかく。した向きを変える。すると逃げない。ててというふうなことを繰り返して山の中でやるんですね。はいはい。で、まあもちろんその群れのリーダーのトラがね、最後は来て、でしろトラの仕事を見てまたベニが覚えるということもね大切ですから。まあすごいのは絶対ね噛まないんですね。噛みに行こうとしないんですね。で、とにかく包囲して逃げないようにするというのが。教えたわけじゃないんですけど、やっぱりその伝統的に受け継がれてる血筋みたいで、みんなこういう仕事をします。で、あとはもう本当にその、もう噛み込んで止めるときっていうのは、もうそういうタイミング。もう例えば、バテて弱ったときとかですね。あとは、まあ血の匂いがしたとき、要は怪我をしたときとか、自分たちで取れるなっていうのがはっきりわかるとき以外は、むやみに噛みに行かないっていうのがすごく特徴なんですね。で、山の中でこういう風に鳴いてずっと止めてくれてれば、私たちがそこに駆けつけて、鉄砲で止めるというのが基本です。まあ、その訓練にもなってますけど、で、私もこの距離感、これ GoPro ですからね、すごい近い距離なんですね。で、この距離まで近づけるのは盾があるから、っていうのが一つあります。後ろ足を引っ掛けると、こうやってまた戻って。これ痛かったですけどね。これ痛かった。私実はこれちょっと怪我しました。膝。膝の横をね、大打撲です。もう、充血しましたけど。すごいですね。この近い距離で吠える、泣けるっていうのは、やっぱり勇気がいるんで、この犬はすごいなと思いますね。で、一応ね、この後、まあ、トラが来るんですけども、今はとりあえずね、ベン、子犬ですね。彼はね、ちょっと今話してます。やっぱり話すと、やっぱ集中力がこうやって増すので、距離感、今のかわしとかもね、かなり良かったと思うんですけど、そういったことができます。で、やっぱりね、集中力なんですね。で、大御所登場ですね。大御所登場です。そして、後半に続きます。で、まあね、こういった訓練って、とても大事なんですね。で、特に今の前編とかはですね、今のこの辺ですけど、とにかく、目を見張るところは、ベンはまだまだ子供なので集中力が長く続かない。これはもう当たり前のことなんですね。で、ただ、そうは言いながら、やっぱり絶対追いかけられるので、追いかけられた時に、いかにしてかわして、ただ吠えて向かっていくということができたところがすごくいい評価だと思います。で、やっぱりそれがじゃあ普通できるかっていうとなかなかできないんじゃないかなと、私も初めてですね。新しく作出した、実は今回、熊野陣の中の系統と系統を合わせたんですけど、で、できたのがベン。
の兄弟と、まあ、ベンですよね。で、いい掛け合わせだったような気がします。こんだけ早い段階で、両付けできて、で、まあ、身体能力も高いですし、なかなかね、いい組み合わせじゃないかなと思います。これが聖剣だったらね、どうなるのかなというのはすごく楽しみですね。ということで、この後後半がありますので、次の動画で、お楽しみになってみてください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。